めっちゃうまい、めっちゃうまいしか、いや1ドルで安いし、ちょっとヨセも食ってみ、マジマジクソマジふっぷー、どうも、ワイキコーボーゆうたです。ヨウスケです。ふっぷー、ふっぷー、ふっぷーってあれでしょ、なんだっけ、一品物でしょ、おかずみたいな、アペタイザーみたいな。まあ、そうだね、そうだね、まあ、シェアとかさ、そう、みんなで食べる一つのものをね、シェアして食べるようなもの、小皿みたいな、小皿料理じゃね、小皿料理、ね、ふっぷー。まあ、プープーなんて多分今から撮る動画関係ないですけど、関係ある、はい、関係ねえか、あんまないね。そう、なんかちょっとの僕たち今ノースショアに今日来てるんですけど、うん、今道路の目の前にいるんですけど、まあ道路のカメハメハハイウェイの方で、右の方にどんどん行けばパフクエリアの、うん、あのロミーズとかガーリックシュリンプで有名なね、あっちの方に行って、うん、でこっちの方、左の方にずっと行くとハレイワタウンがある。で、海がこっち側で、山がこっち側っていうところがいいんだけど、うん、なんかいつも思ってたんだけど、下腹、なんか結構日本人も多分こっちの方来るけど、うん、ロミーズにガーリックシュリンプ行って、ハレイワタウン行って、うん、でこの間タートルベイとか、タートルビーチとか、くらいしか泊まってないじゃん、日本。そうね。で、俺たちもそんな泊まらないじゃん。うんうん、いつも気になったんだけど、なんかフルーツスタンドみたいな。そうね、青果店あるよね。果たしてうまいのか、安いのか、何なのか、何であんのかみたいな。ちょっと気になるから行ってみたいね。とりあえずじゃあ行こっか。行きましょう。はい。パフクランドファームって書いてある。これ食べてみたい。How much is that? A dollar? Okay. What is this? And a fried banana. Can I get one of these? Yeah. In the bag today. Hello, yes sir, ma'am. Fried banana.パリパリしてるね。Oh no. Why the outside part is the kind of like what? Egg wrapper. Oh, I see. That's why it's crispy. Yeah. The inside is banana and brown sugar. Oh, it's a brown sugar. Oh, that's why it's very sweet. Oh, okay. Oh, I see. Thank you. どう？全部食べちゃう。ちょっとちょうだいよ。めっちゃうまそうやな、それ。めっちゃうまい。めっちゃうまい、めっちゃうまいしか、いや1ドルで安いし、ちょっとヨセも食ってみ、うん、めちゃくちゃうまくない、これうまいわ、これうまいうまいうまい、外パリパリ、中ふわふわって感じ、そうね、マジでうまい。なんかいろんなフルーツあんじゃん、ここ。あれ面白くない、あの紫色のやつ、フルーツの盛り合わせとか、なんか何か辛いのかな、これ利品、利品か、はい、これなんだろう、これドラゴンフルーツでしょ、ドラゴンフルーツか、これ気になるの、見たこともないようなやつ、何これ、利品もない、ヨスケ、ヨスケ、見たことないのあるぞ、ここに。何これ、ランブータン。これは面白いね、なんかライチみたいな。What is this? これは何これ、あ、グアバ。あ、グアバ、グアバちょっと食べる。グアバこんな感じなんだ、グアバとこれ食べる。うん。Can we get one of each? と言ってんです。これ食べようぜ、指数があるから。とりあえず僕たち手に入れたのは、これ見た目もえぐいランブータンって書いてたね、うん、でもなんかお姉さん、おばさんだけど、よくなんかライチみたいな感じって言った、うん、ちょっとじゃあ食べてみますね、1個目。はいはい、やばくない、もうそもそもやな、なんか何取れんの、あ、すげえ、いくよ、ピヨンピヨンで取れる、ニュル、ニュルだね、え、感触はね、硬い、グレープの超固めみたいな、種があるんだね、種でかめ、赤めこんな感じ、なんかライチより薄めのライチって感じかな、簡単に言ったら、うん、で、2個目グアーバーですね、グアーバーってジュースとかでよく飲むけど、なんて実際フルーツで食べないよね、初めて、大きいのいったね、うん、皮も食うのかな、あー、グアーバー、本当にグアーバー、甘くないでしょ、そんなに甘くない、多分だけど、いつも食べてるグアーバーは砂糖とか入ってないと思う、あー、さっぱり、スイカ系だよね、スイカに酸味を足したような感じ、柔らかいの、やばいやばい、すごい、で種もないから食べやすい、え、種あるよ、え、種あるよ、いやでもこれ分かんない、感じない、感じない、でもぐじゅぐじゅにしたらもうグアバジュース、
ぐじゅぐじゅにしてちょっと甘みを足せばいつものグアバジュースで。へえ。そうそう、種普通に食えねえこれ。多少移動したんだけど、このライチ食べればかなり進むよね。うまい。ライチというかなんだっけ、名前違ったけど。ランブーランブータン。ランブータン。最初はあれ甘さ足りないなと思ったけど。食べ続けたらなんかハマってくって。ハマっちゃうね。ただね。ただ。ここのつわものはね、食べたんだけど、ね、ちょっと酸味があるから進まないんだよね。まあ、好きな人は好きだけど、俺はあんま好きじゃなかった。はい、ということで今回は、ハレイワとカフクの中間にある、うん、ちょっとあの小汚いようなね、いわゆるフルーツスタンドみたいな、地元の人がやってるフルーツスタンドみたいな、もう直営店だよね、多分、うん、あの農家の人も。そう、カフクファームランドかな、うんうん、美味しかったね。美味しかったね。いろんなフルーツあって、特にあの最初食べたバナナ、バナナのラップは美味しい、めっちゃうまかった。しかも1ドルで安いから、あれ普通に3個くらい普通に食いたいなと思った。食えます、めちゃくちゃ済みますし、はい、本日の僕たちの動画もし気に入ってくれたらグッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録も忘れずに。デュッ、ふざけんなよ。うおうまそうやな。種買って。種3倍。これから昼行くんでしょ。これから昼だよ。やだよこんなの。いやそんなことしてないのか。すいません、はい。そうだよね、お腹いっぱいになっちゃうもんね、その美味しいの食べちゃったら。うん、一回タンまでいいよ。本当の気持ちは、本当の気持ち。マジ。マジクソマジ。やっぱ加工してあるから美味しいんだね、あれは。ジュースがジュースで十分あれ。スムージーとか。